アブブです。こんにちは、こんにちは、おはよう、みんなおはようございます、こんにちは。お疲れ様、ありがとう、ガンナちゃん、ありがとうね、ありがとうごじゃるよ、ありがとう、みんな今帰ってきて、見てちいかわ、ちいかわのラーメン、これミニサイズ、ちっちゃい、ちっちゃいやつ買ったの。今日の夜ご飯これちっちゃいの。こんにちは、たたたくん、ありがとう。あとかわいいでしょ、ちいかわ、コンビニで見つけたからちいかわにしようと思って、ミニ食べる、なんかお腹いっぱいだから。そう、滑り込みセーフです、よかった。こんばんは、グリビカビカ、ありがとう、みーちゃん、あなた、ありがとう、はい、しまってました、ありがとうございます、待ってくれて。佐藤さん、ありがとう、ビカビカ、ありがとう、あかにあた、ありがとう、みーちゃん、あなた、ありがとう、みーちゃんのジェットコースター笑いに来ちゃう、もう本当によく頑張ったからね、本当にもうね、ジェットコースターやばい、もうさ、もうやばかった、マジで頑張ったよ。あの響きがさ、人生で一番なんか頑張ったかもみたいな、なんかメールを送った記憶があるっていうか、ショールームでも言ってたんですけど、めっちゃ頑張ったって。その日に行ってきたんですね。数日、ちょっと前ぐらいに。4日か3日前ぐらいに行ったんだけど、もうめっちゃ怖かったもん。もう一生乗らない、絶対に。ひろしさん、ありがとう。ぎちさん、ありがとう。ひろしさん、ありがとう。少しさ、めっちゃ脳ね、もう最悪だよ、ほんまに。これからもよろしく、よろしくね、小平さん、ありがとう。で、珍しい、何それ、何それ、ひろしさん、あとありがとう。リキンガス、ビカビカ、ありがとう。しょうさん、疲れ、ありがとう。一緒に乗ろう、絶対乗らん。そう、ひろしさん、あとありがとう。みーちゃん、あとありがとう。今日帰るでしょ。いつか一緒にジェットコースター乗らないよ。猫、ありがとう、結婚して。でも、ジェットコースター乗りたくないから、結婚しない。それも、そういうこと、そう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 。そういうことなんですよ。そうなの。前髪ね、髪の毛終わってるし、顔も終わってるしさ、もうさ、あのちょっと前から乗る前からもう泣いてたから、もうね、終わってるどころじゃないよね、もう最悪って思いながら。しかもめっちゃあの遊園地にお客さんがたくさんいたんですね。そう、たくさんいて、お客さんがね、そしてね、そしたらみんな頑張ってファイトみたいな感じで言ってくれたんですよ、周りいたお客さんがね。すごい長ら並んでて、そう、優しかった、みんな。そうなんよ、めっちゃね、もうね、最高。もうその周りのお客さんが優しくて、うわ、人間って優しいって思いました。よいしょ。だから頑張れたんですけど、まあそれで少しでも ST をしてもらえたかな。今日ちゃんとさ、あれ、あい、ちゃんと三脚持ってきたんですよ。持ってきたけど、ちょっとつける時間がなくて。このアングル良くない？ある意味可愛くない？どう思う？あ、でもないか。熱い。開けても、開けてもチャック。開けてもチャックなんですけど、はい。はい、ガサツなのでそのまま置きますっていうことで。え？え？あ、これリボンしてるから、リボンしてるから、リボンしてるから、それはならんわ。あ、ママ、いいんじゃね？これね。まあ、ルパンさん、お疲れ、ありがとう。いや、タク、結婚してありがとう。ちょっとコースター見てファンになりました。めっちゃ嘘つくやん。タク、結婚してありがとう。しないけど、しないけど、ありがとうね。ありがとう。ちょっとお疲れ。ありがとう。ありがとう。まずジェットコースター頑張った。そして、昇格とか1億人バズりも終わりましたね。はい。まあ私は昇格しなかったんですけど。はい。昇格しなかったですが、頑張っていきたいと思います。うん。もうね、バックバクだったよ。なんか、なんかすごい、もうすごいバックバク。
もうやば、やば、緊張する、みたいな。まあ、そうそう。やばかったです。でも一旦ね、1億人バズれば一旦終わったので、まあ悲しいような、ほっとしたような感じですね。はい。MV はどうなるのか全然わかんないけどさ、楽しみだね。これから昇格した組と昇格してない組でどうなるのかわかんないけどさ。これなんか美味しいんだよね。そう、乗る前からね、マジでね、あ、もう泣いてました。そうそう、久々あった、ありがとう、優しいよ、ほんまに。そう、泣いたよ。何が面白かった、マキさん、誰もありがとう。そんなに、そう、大注目、そうなんよ。そう、めっちゃね、恥ずかしかった。そんな大勢の前で泣いてんの恥ずかしすぎてさ、やってらんなかったよ。そう、ファンの人一人にも会ったし、嬉しかったです。で、こうした企画あったら、また響きに出ると絶対に嫌だ、もう絶対に嫌だ、もう絶対嫌だ、本当に嫌だ。もう、あれだけ私はね、打ち合わせの時にね、もう絶対に、なんかジェットコースターとか言われたんですよ。もう絶対に嫌です。もう本当にやるならもうアイドル辞めるぐらい嫌です、みたいな。打ち合わせでも言ってたのに、はい。なんかもう、そう、打ち合わせした数日後に、ジェットコースター行きます、みたいな。ふざけるなーと思って。もう最悪でした、もう。まあ楽しかったからいいんですけどね。めっちゃ可愛い、ありがとう。じゃあ見逃しく。ちょっとから見とく、見てね。苦手、めっちゃ苦手なん、ジェットコースター。え、もっとそのアングル好き、かわいい、ほんと。え、もうそのアングルじゃなくなっちゃった。あれ、イケメンやん今日。いや、それな、今日イケメンじゃね、今日服装もね、全部なんかイケメンです。はい、イケメンです。今日イケメンなんです、私、浜田ひぶき、イケメン。え、これに、これなんでイケメンっす。こうやってイケメンです。楽な学校ですよ、やっぱ移動が多い時は。楽な学校。そう、でもさ、今日さ、移動中さ、これでさ寝てたのね。これで音楽聴きながら寝てて、え、ちょっとこれでは寝れないわと思って、何時間も。だから明日コンビニでイヤホン買いたい。イケメン系だよね今日。桜田さん、お疲れ、ありがとう。待って、今日時間が分からん、何時、今何時教えて、みんな。お疲れ、ありがとう。一緒なのね、絶対ならたくないよ。玉木さん、ビカビカ、ありがとう。とみさん、何秒一緒に寝てくるの、絶対ならないよ。頑張ったよね、毎週楽しみ。確かにガム食べるだけで笑わないってこと、ほんまにするな。ガムマジで初めてできたんですよ。まあ、一回久しぶり、それな、ゆいちくんいたよね。あ、パンケーキちゃん、ラブユー、ラブユー。ね、悩むことなくなってよかった、ほんと。 X も私のさ、黒歴史っていうかさ、昔の写真投稿しすぎてるからさ、ほんとに嫌なんですよ。そう、まあ、そう、あゆさん、応援したらありがとう、響き乗れ方やと思ってた。そうでしょ、乗れないんです。この間ね、みつさんの卒業の時もなんかみんなでユニバ行こうって、なんか、サンキーで話し合ってて、ね、ひーちゃん、ユニバ行こう、みんなで、みたいに言われて、え、マジで無理、絶対いかん、とか言って。そう。それを言ってたら、あずみんさんが、え、ひーちゃん乗れないの?みたいな。めっちゃ驚いてて、ひーちゃん絶対乗れと思ってたって言われて、乗れないんですよって。そう。乗れないんですね。小平さん、頼む、ありがとう。ザスのヨウさん、ビカビカ、ありがとう。で、コクグ、ありがとう。よかるから選ばれちゃう。もう最悪だよ。ここ首かかわいいでしょ。うちなかにファッション撮っていいですかって言われないよ。なんかね、活躍になるかい、祈ってください。グーグー、もゆさん、応援してる、ありがとう。猫ハート、ありがとう。イケメンに会いにアルバムイベント申し込み追加しておきます、お願いします、会いに来てください。まあ今年のお話し会はでも私服ないのかな、新制服だよね、なんか今のとこ。ロゼさん、ありがとう、ご主人、ありがとうね、時間教えてくれて。ゴースター見てて面白すぎたの話し会行ってみたいと思います。もう、まあまあまあ、ありがとう。ジェットコースターじゃなくてもね、来てください。ジリビソン。
そう言い方。そうなんよ、ほんまに。もうマジで無理。本当に無理です。研究生期間まだ楽しめてるし。え、ね。ある意味、なんか昇格したい気持ちもすっごいあったのね。なんかいろいろ、ね、なんかちょっと有利なのはやっぱ正規生に上がることだから、ね、自分が可愛く、もっと可愛くなれるのも絶対正規生になった方がなれるから、本当はしたかったけど、まあ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 、まだ研究生の期間があってもいいかなと。嬉しいですね。あとまあ、まあ、あと1年くらいかなって願って頑張ります。あと1年くらいかなって思って。そう。ね、三井天国さんも2年で昇格してらっしゃるので、まあ、頑張りたいと思います。まあ、髪の毛もね、できるようになったし、全然良いです。きっと、虫とジェットコースターも絶対やる？絶対やる？ギャップの塊にほんできちゃう。嬉しい。パンケーキちゃん嬉しい。シゲさん、赤に行くよー。来てねー。絶対来て。ギャップの塊。ゆー。一食ね、お疲れ。赤の赤。バズってない。嬉しい。ありがとうね、ポインさん。足買わない。あ、そっか、足買わないんか。あーね、ね。住所確保した。ありがとう。今日もすごく可愛い。ありがとう。あら、ゆきちゃん、ひーちゃんのくたみ。そうだよ。私が研究生昇格しなかったってことは、僕隊がまだ見れるのね。きっとあの僕隊は研究生だけで多分やっていくから、まあ、新しいユニットが見れたりとか、きっと新しい立ち位置で見れたりとかするんじゃないかなって思ってるよ、私は。だからまあ研究生は研究生で楽しみたいと思います。ちっちゃったありがとう。そう、てか結婚したありがとう。しおりさんお疲れ、ありがとう。まあ、ポポコありがとう。ポップステップじゃん、ポップステップじゃん。見れる研究生特権、いやほんまにそれな。なんかひちゃん押していきます。押していってください。のぶいちさんありがとう。のゆちゃん、のゆちゃん、のゆちゃんお疲れ様でした。ありがとう。ちゃんかあのね、ありがとうね。最近の研究生のスティーブも変わらない。もう確かにね、頑張っていきます。あ、じゃあその、え、そろそろ壇上の時間かな。みんな壇上の時間だと思います。この時間かな。スコート。何食べようかな。今日の髪の試供品はこちらです。買ってきました、さっき。見てね、これでいけない。ねえ、なきちゃん、僕たいでゆきちゃん好きになったもん。嬉しい、嬉しすぎる。よろしくね、これからも僕たい見に来てね。インデックス行くね。え、見たよ。見に。ね。待ってるね、インデックスで。昇格するまでに応援します。昇格してもお願いね。じゃあ、そろそろ壇上読んでいきます。では、13位、佐藤さん。12位、森健銀河さん。11位、ともあきさん。10位、猫。9位、ロコボコさん。8位、これは ?3 期の全員の方。ゆうたさんかな。サンキュー、活躍王ってありがとう。7位、オグニ。6位、ユザッキー。5位、タナタナくん。4位、ホンユーさん。3位、ショウさん。2位、タックン。1位は、デデンデンデデンデン。ヘイ！翼太陽さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん。ほんと、1億人バズれ、ありがとうございました。まあ、これからもね。まあ、昇格したメンバーも、私も、私をね、みんな応援してくださいね、これからも。変わらず、よろしくお願いします。はわひぶき。ST48、3期研究生で頑張っていきますね。頑張りますね。頑張りまーす。みんなありがとうね。ありがとう。ジェットコースター見てもう一回ね。いやー、ジェットコースターもう一回でいいよ。もう一回も見らんくてもいいかも。うん。ナーキーさん、ピカピカ、ありがとう。眠たい、みんな助けて。眠たい。お風呂入んなきゃ。ご飯も食べなきゃ。またご飯食べんでいいかな、もう。じゃあみんなありがとね。また。じゃあね。毎週見なしょーい。なんか響き今日可愛くない？そうでもない。そうでもないかな。なんか今日可愛く見えるの私だけ。ごめんね。その、このショールームだけかな。なんかちょっと映りが可愛く見えるの私だけ。いや、そうでもないか。なんでだろう。かわいい、ありがとう、みんな。なんか言わせてる感すごいけど、ありがとう。じゃあみんな、また会いますように、明日ね。
今日犬すぎ、かわいい、嬉しい、うん、え、そういうことじゃない、もしかしてじゃあね、みんなおやすみなさい、バイバイ、またね。